美味しいうなぎ屋さんがいっぱいあります。我们新市也有很多好吃的鳗鱼店。次は、あ、ごめんなさい。太吵。加油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 。寿司麺には、うなぎの他にもたくさんの名物があります。新市除了鳗鱼以外还有很多的特产。実は、その名物が他の町に取られたりしてちょっと寂しい思いをしています。但后来呢其他城市的特产也是鳗鱼。でも美味しいものがたくさんの人に食べてもらえるなら幸せだなと思ってます。不过我想如果很多人能吃到美味的食物我们都很开心的。そんな私たち通信民のうなぎ愛と人の良さを確認したのがこのうなぎさんばです。よろしくお願いします。鳗鱼圣法是表达新市市民对鳗鱼的热爱的歌曲。それではよろしいですか。止め止め。谢谢。
感谢日本安能经典燃城市原舞演出机，哇，太精彩了，充满了活力的演出，再次感谢。那么接下来我们要欢迎到的是台中市青年。